常のガラスの調合の時に入れる塩化ナトリウムです。こちらが、沖ノ島沖の海水で作った沖ノ島の塩です。グラスのこの赤の部分はセレン赤で、このセレン赤の中に入れるのがこの塩化ナトリウムですね。で、こちらがこちらの沖ノ島の塩を入れて同量入れ替えたら、こちらこういう明るい発色になる。こちらが大島の海岸の砂です。